歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎白猿さんが2022年1月15日自身の SNS を更新。麗華ちゃんと勸玄君が稽古に励む姿に感心したことを明かした。この日團十郎さんは合間も二人で稽古してますと聞いたし、稽古中の麗華ちゃんと勸玄君の姿を公開、大したもんだわと感心した様子で述べ、毎日毎日成長してるのがよくわかりますと綴った。その後に晩御飯というタイトルでブログを更新。二人も今日戦ってましたよ、本当に嬉しいとコメントし、しっかり食べようと麗華ちゃんと勸玄君が食事をする様子も公開。最後に日々成長すごいことと述べ、父先輩として感心してます二人ともにとしみじみ綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、頼もしい限りですね、二人の姿に感服、本当に素晴らしいです、成長が嬉しいですねなどのコメントが寄せられている。